どうも皆さんこんにちは、レシムドライバー吉本です。今日はですね、新千歳モーターランドに、お邪魔してます。表情、で乗ったりですね、表情のカートを楽しみたいと思います。臭いかもしれないですね。あ、大丈夫です。てかそもそも俺雪の上はあんまり乗ったことないですよ。運転したことないですよ。ああ、だからもうほとんど初なんですね。そうですね。ああ。そこ後ろ並んどいていいですか。いいですか。はい。後ろで。はい。乗りましょう。はい。全然曲がらん。はい。曲がらん、全く曲がらん、はい、曲がらんし進まん、はい、まあでもデフ入ってないとやっぱ厳しいな、はい、ですね。コース外れてアウトとか行っちゃうと、ピンで描いた雪が外に溜まってるんで失速するし、はまるんで、気をつけてください。はまんねえ。もう結構すぐ紙になっちゃうんで。でも全体的にもイン全部守っててもいい。そうですね、はい。あと走ったところは雪はけてるんで、そこを狙う感じで。ライン外だともう雪がいっぱいあるんで。雪に乗っちゃうと抵抗でしかない。凍ってるんですか下。凍ってます。水まいて凍らせてるんで。ああ、なるほど。はい。でこの気温なんでどうしてもピンで活着と氷が雪に変わるんじゃないか。削れたやつ、削れた雪が外にどんどん溜まってくるんで、そこには乗らないような感じです。マスクつけながら待ってた。ダブルマスクですね。5番はナイジェルマウントです。ヘルメットもマウントでデカール。どうぞ。はい。首寒そう。あと1周で見たら一度行って吉本さん先に乗った方がいいんだよ。大丈夫。後ろから見守ってますよ。エンジン回してください。エンジンはどうやって回すんですか。Thank you.
お疲れ様でした。結構面白いですね。いかがでしたか。大丈夫ですか。これで9の6だったら全然早いと思う。本当ですか。うん、そうです。タイム？タイム。タイムは9の6が出てます。え？39秒6。9秒6。でもこれが大阪とかにあったらめちゃめちゃ流行ると思う。この滑る環境はね、どうしても難しいですからね。アウトしてから俺前に出ます。はい、はい、オッケーです。
あ、おら。お疲れ様でした。急フラでしたから早いです。これ大阪にも作りたいわ。どうでしたか、ゆきかゆきかと初体験は。面白かったです。あ、どうですか。これね、絶対見ないと思います。全員やった方がいいと思います。雪上カートバトルとか面白いですね。ドライバー集めてみんなでやったら面白いです。速度が遅いからね、絶対怪我もせん。そうですね、安全にできますね。あの、回っていくときの瞳がシュール。すごい瞳がシュール。いやー、最後お疲れ様でした。突っ込んでしまった。待ってたのに。悲しい目してたんですか。ありがとうございます、本当に。ありがとうございました。